はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、前回ですね、最強超覚醒した鬼殺隊 VS 上弦の鬼、結構前にやったと思うんですけど、その時もう超覚醒した鬼殺隊がもう圧勝しまして、もうなんだったら鬼殺隊3体で黒死亡に勝ってしまって、で赤座と銅馬に関しては鬼殺隊、要は炭治郎とかその強いキャラクター1体でなんと勝てるぐらいになったんですよ。で、無惨様とか入れてもよ、全然なんか鬼殺隊が勝つみたいな形だったんですよね。なので今回無惨様も鬼のもおりません、上弦の鬼 VS 覚醒した鬼殺隊なんですけど、だったらもう全然余裕で鬼殺隊が勝ててしまうということで、今回上弦の鬼を覚醒させてみたいと思います。はい。で、どうやって覚醒させるのかというと、本来は無惨様の血ってのが必要なんですけど、まだ残念ながらね、この鬼殺隊が強くなるモッドの方では無惨様の血は発動されないんですよ。なのでじゃあどうするか、そうです、装備をつければいいんです。はい、ということで、上弦の鬼キャラクター一体一体にこちら、この鬼の王の触手、これね、頭も考えたんだけど、ここの装備もね、ちょっとやりすぎるとちょっと強くなりすぎると思ったので、プラス12、プラス8、プラス4、これぐらいで十分でしょ、1体1体全員につけるってなったら。だからこれを全上限に1回1回つけていこうかなと思います。はい。で、鬼殺隊がね、その存在したら鬼とかつけてる間あれなんで、岩盤で上限の鬼を囲って、でこれでそのアイテムを装備するっていう形になるから、なのでちょっと改学、こちら改学に、これをやります。で、これ、でもこれはもうプラス12なのか。じゃあ、こうですね。はい。改学ぐらいだと思う、多分。これ最初からプラス12ついてるの。これである程度ちょっと改学が強くなったので、じゃあこれで、ちょっと挑んでみたいと思います。で、なくなったらこれ補充っていう形になるかな。はい。じゃあ行こうか。まず、善逸 VS 改学。もういつもだったらもう余裕で、でも改学は、鬼殺隊扱いにはならないけど、一応日にと思ってるから、攻撃力とか防御力とかちょっと上がってる気はするんだけど、どうなんだろうね。さあ、強くなってない、ほら、いい勝負になってますこれ。いや、いいよ。でも改革はちょっと多分ね、一応鬼殺隊扱いな気はする。だから体力は150のままか。体力変わってないんだけど、なんかね、やっぱりね、黒死亡とかもそうだけど、日率買った、待って、ぜ買った、やばいって、これ鬼殺隊強くなりすぎてて、もう改革じゃもうあれだよ、もうどうしようもなくなっちゃってるって、これ本当にもう改革じゃ手に負えなくなっちゃってるよ、この鬼殺隊たちは。どんだけ強いんですか。やっぱりちょっとずつ、いくら装備をつけたとて、言うて防具プラス8と防具プラス4だから、防具プラス12か。防御力は12まで上がってるが、だよな。それでもやっぱりそのちょっと限度があるか、改革の力とかでは。ここら辺はちょっと改革はね、その最初はやられるのは想定していたので、これは仕方ないかな。でも善逸がね、やっぱりそのこの鬼殺隊が強くなったモッドに関しては、善逸はすごい強くなった気がする。呼吸回数は変わってないんだけど、その一発一発のなんか火力がやっぱり、善逸って炎イカズチの神とかすごい火力じゃないですか。それがやっぱりさらに強くなったってことで、一発のダメージがドカーンって当たってる感じはするんよな。でも改革相手に、こんだけ結構時間かかってるっていうのは、なかなかやっぱり呼吸搭載されるっていうのが大きいよな。その呼吸が2倍とかベリーヘルモードとか EX モードだったら、もうさらに善逸は強くなるんだけど。さあ、そしてここで善逸がやられたので、ここでちょっといろいろやらないといけないのが、岩盤ですね。岩盤を置いて、この鬼殺隊の近くに、2マスぐらいかな、ここら辺かな、こんな感じで置いて、でここに牛太郎置きます。牛太郎置いて、でもうなんかちょっと動き始めてるか。で、これをつけて、ではいきます。さあ、スタート。さあ、どうだ、こっからかなり、強くなるはず。牛太郎も体力、もう牛太郎なんて今まで、防具全部プラス2とかだったから、それが12、そして8、さらに足もついて4ってなったら、かなりこれ強くなったんじゃないか。見た目かっこいいな、この牛太郎。いや、全然ダメージ受けてない、これは強いぞ。強いが、これはかなりちょっと長い戦いになってしまうのではないか。なんかちょっと今これ懸念材料が、相当長い試合になりそうな気がする。これだってほら、善逸だからってのは仕方ないけど、その善逸も防御力上がってる関係で、牛太郎の攻撃をなかなかやられない。これはちょっとカット案件かな、さすがに。ちょっと長々となってしまうので。でもちょっとかなり減らし始めたんじゃないか。
牛太郎側がちょっと減らしたか。ちょっと様子見るか。いやでもどちらにしてもしのぐさんとかな、あのかなおちゃんいるから牛太郎がやられそうになるまでちょっとカットになりますかな、これは。じゃあちょっとこれはちょっと一旦カットしましょう。さあこれは一気にかなおちゃんになってから一気に牛太郎、あの今のところ前日しのぶさんがやられたんだけど、なんかねかなおちゃんになって一気に体力を減らし始めた。かなおちゃん強いな。うん、あのしのぶさんだとほとんどダメージ与えられなかったんだけど、かなおちゃんだとこのように倒しましたということで、次はついにこっから多分加速していくんじゃないかな、強さが。ここからおそらく加速していくと思います。さあそれでは、あっ増悪点の服もプラス8だからね、こっちの方が強くなります。さあそれではいきます。さあかなおちゃん VS 増悪点。この増悪点なんかかっこよくない？なんか鬼の触手をつけた増悪点、かっこいいわ。さあここでどれだけの犠牲が、鬼殺隊の犠牲が出るのか。増悪点はやっぱり火力高いからね。で今までの増悪点ってさ、そのやっぱり攻撃力、うわもう終わった、攻撃力がそのえ攻撃力が高い分防御力がどうしても火力が出なかったみたいなのがあったじゃないですか。それが今回それが解消されたわけですよ。その攻撃力がなんか高い代わりに打たれ弱かったのが、防御力をそれを補うことによって防御力がどうだ、もう多分マックス30いってるよね。いや25か。まあでもそれでも十分すぎる、この火力を手に入れたこの増悪点。さあどうだ、これで血気術が発動した、発動した、さあ発動した、さあ早い、すぐ壊れる、早すぎる。やはり原野は弱体化してしまったようだ。さあどうだ、こっからはもう多分カットはいらないんじゃないかな。もうかなり多分展開は早くなるだろうから、少なくともお互いの展開は早くなる。さあ増悪点が、いやでもこれ猪之助強い、やはり鬼殺隊は強いのか。いやまだだまだだと言わんばかりに増悪点がまだ雷を落とし続ける。バッカモーン、雷落としている、落とされたがやられた、まさかまさかの増悪点。え、なんたって、いや、え、ほとんど倒せずにじゃない？だって、玄野は、あれだもんね、その、まあ、止めたけど、ほぼ止めてないようなもんだからさ、まあ、いないにカウントしてもいいぐらいだもんな。なんかやっぱり強いのか。やはり、鬼殺隊は強いというのか。いや、しかし、ちょっとこれ整理しますね。高校の、ドーマ、国志望、そして最後、玉子になります。で、うずいさんと、こんな感じ。さあどうだ、あと残る、おお早いごめん、見てる、ごめんねごめんね猪之助、ちょっとあんま見せれんかったわ、すまんな。いや待って、強い、赤座強い、これは跳ね上がったか、強さが跳ね上がったのかもしれない。いきなり強すぎーと思ったら、でも結構まあ感動さんもダメージ与えてる。いやこれもどうだ、総裁の試合だね。すげえかっこいいかっこいいかっこいい、殴り合いもう本当に殴り合ってます。さあどうだ、今のところ体力40ダメージ減った。まあ、そんなにね、やっぱり赤座は火力があるわけではないからね。やっぱりあるのは、その、ドーマとか黒死亡。そこら辺からかなり火力が上がってくるので、まあ赤座でも、まあそれにしても、やっぱり圧倒的なる防御力。そこら辺がありますね。いや、これも長くなるぞ、これ。あ、でも、甘露寺さんがここでおそらくもうやられそうか。いきなり体力、あ、まだ体力半分ありますね。じゃちょっとこれは、長くなりそうなので、ここは、赤座がやられるぐらいまでカットしましょうか。さあここで首が取れた、ついに赤座の首が取れました。あーでもここで無一郎、これはさすがに待ちますか。はい、これはちょっと待ちましょう。この状態でね、ちょっとうずいさんと戦ったらさすがに、あ待て、あまあいいかまあいいか。さあこれで同点になりました。同点になったので、ここでドーマ、まあゆるりと、まさかの一緒にやられるとは思わなかったので、ゆるりと、セットさせていただき、では、うずいさん VS ドーマ。さあ、どうだ、うずいさんも強いからね。攻撃力、防御力が多分200超えじゃないかな。唯一、多分姫島さんの次に多分唯一、体力が200超えか。いや、道勝かな。道勝200超えしてたっけな。確か道勝200超えしてたか。さあ、いや、攻撃力やっぱり高いね、ドーマくんは。さすがだよ、ドーマくん。いや、強いなぁ。いや強いよドーマくん。まあでも防御力はまあそこそこって感じかな。でもなんか僕思ったんだけどさ、よくドーマ防御力低いとかよく言うんだけど、あれ思ったんだけどさ、そのいやでもそうでもないか、多分防御力実際多分赤座より弱いと思うんだけど、そのなんだろう、赤座ってそのドーマの前に出るじゃないですか。ってことはさ、鬼殺隊の強さもそのドーマと戦う相手って強いじゃないですか。その
品津川さんだったり、もう多分ドーマーあたりまで行くとさ、もうここら辺と戦うわけになるじゃん今実際も。で赤座だったらそのまあ弱いとは言わないけどさ、その中ぐらい甘露寺さんとかそこら辺と戦うわけだから、そうなってくるとやっぱりドーマの方が戦う相手が強いから、まあそのあ2人抜き3人抜きかみたいな感じでちょっとなんか脆く感じるのかな、どっちなんだろうね。まあでも実際多分攻撃力は圧倒的に多分ドーマの方が高いんだけど、防御力に関して言えばちょっとわかん、ちょっとそこら辺はなんかいつか検証してみたいね。同じキャラクターで誰が一番強いのか、あーちょっと順位決めるのありだな、また今度。前やったんですよ、その上限の鬼の順位を正確に決めるみたいな。あーそれやってみよう、ちょっと明日ぐらいにそれやるか。ちょっと撮影ちょ気になったわ、ごめん気になったことやっちゃうのよ、だからちょっと気になったことやります、気になったので。まあ明日かわかんないけど、それでその全く同じ鬼殺隊を同じ順番でその準備して、その国志望赤座ドーマとか、そのまあそれこそ増白天とか玉子全員でちょっと戦わして何人抜きすることができるのかで、ああここでやられたで一緒だったら、あー待ってこれここセットするかで一緒だったら、まあその減った体力それによって決める、大なことをしたいけど、これあーやられたか。じゃあここセット、これ強いぞ最後の、まあほぼ最後、玉子も強いからまだか。では品塚さん、さあ品塚さん VS、最強の国志望、ワンチャンこの最強の国志望で全員終わる可能性がある、それぐらい多分強い、残り4体。いやでも多分玉子は、いやでも玉子あれか、あれ水獄鉢あるんだよな、水獄鉢があるのでそこがどうなるかだけど、あでももう第2形態、第2形態、違う、そっか、これあれか、鬼の職質つけてるからか、なんかもう紫のあれがないからもう脱いだんだと思ったけど、つえー国志望様強すぎー、なんだこの恐ろしい強さは。しかしシナスラインさん、もう義勇さんを配置してますが、でも意外とこっからちょっと耐えるのよ、意外とこっから耐えるが、いやしかし、いやここで唯一、さあでは、その鬼殺隊最強トーナメント、まあ、強くなった、超覚醒した鬼殺隊最強トーナメントで見事優勝を果たしたこの義勇さんが、私の家に任されよ、さあ聖ルテン、これは炭治郎まで、要は義勇さんと道勝んで炭治郎の半分ぐらいまでで倒せば確実に勝てるね。で多分水獄鉢を撃たれなければ、姫島さんだろうが、姫島さんと玉子怠慢だったら多分勝つと思う、姫島さんが。だからこの義勇さん道勝、まあ、あと品津川さんと炭治郎でこの国志望を倒せば全然これ鬼殺隊側勝てますよ、これ圧倒的、この絶望的なこの国志望の強さでさえも、いやだって残りこれ3体強いからね、強いキャラしかいないので、さあ道勝、さあ積年の恨みを晴らすのだ、己自身に勝つのだ、なあ道勝、己自身に勝てるだろ、お前だったらいけるはずだ、道勝体力100ぐらいまで、第3形態にしろとは言わ、うわー抜けたー、取れたー、やべー取れちゃった、待ってくれ、いけるつけれました、よしよかったさあこれつけて、相変わらず防御力もかなり高いといったところだが、なんとか道数がどうだ、体力100ぐらいまで削ってくれたかったが残念ながらできずんで、ここ多分鬼の王になるので、ここでポンと出しといて、そうだね、鬼の王になります、これ危ないもうわっよいしょ、さあそれでは炭治郎行きなさい、ゴー炭治郎レッツゴー、さあレッツゴーで、おい姫島さんがいなくなった、クソ、なんか捨てちゃったか、もしかして僕捨てちゃってるかも、あそこに姫島さんの卵があった、あないわ、あれどっか行った、消えた、さあ炭治郎大丈夫、炭治郎だったら意外とね、炭治郎はね、さあ寄り近した、早い、早くも寄り近、早くねえか、これはちょっと想像より早すぎ、ちょっと早いな、思ったより早い、あれやめて、ダメ、いけないよ怪獣くん、いけないよ怪獣くん、耐えろ81、残りたるか81、いけんのか、姫島さん行ってくれ、行くしかない、これはなんとか倒してくれ、てか玉子分のこれあれだ、ちょっと待てよ、これまあまあいっか、ちょっと後でいいや、後にしよう、さあまずはちょっとここを見届けよう、多分まずさすがに、いやー体力169、これはどうだ、いやでもこれ倒したところで多分ボロボロでしょ間違いなく、んで最後玉子が倒すんでしょ、これ
最強になったギョッコが、これ毎回ギョッコ美味しいとこ取りだからね、いいとこ取り。さあ残り体力62、姫島さんが残り体力75。いやこれはどうだ、いやでもこっから第3形態一気に来るぞ、こっから一気に来るぞ、こっから一気に姫島さんは最強になる。どうだ、くるくるしてる、くるくる回って、くる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 ドカーン。さあどうだ、残り体力53、これは倒せそうだ、これは残り体力第3形態倒した。体力41の状態で、ギョッコ VS、姫島さんになります。さあこのままじゃあいきますよ。いやこれ装備つけなかんよね、装備、ちょっと待て、装備つけたいんだけど、おい待て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 、殴るな殴るな、おいどっか行っちまった、どっか行っちゃったよ、ちょっと待ってくれ、ちょ待て待て待て、はい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 、オッケー装着で、ワールドを広くします。ワールド広くしていけ。さあどうだ、このワールド、広いワールド、あとはワンチャンにかけろ、姫島さん頑張れ、残り体力どうだ、残り体力、いやー一桁一桁一桁だけど、あざものになってるから分かりません、水獄場地内ぐらい分からない、いけるか、どうだ、火力は少ない、火力は圧倒的に少ないが、いやしかし点数ダメージが大きすぎる。いやーこれはまあでも上限側からしたらリベンジ成功ですね。はい、というわけで、今回はまあ超覚醒した鬼殺隊 VS、同じく超覚醒した上限の鬼でやってみましたが、いかがでしたでしょうか。はい、というわけでじゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ちょっと上限で誰が強いのかちょっと決定戦ちょっとやりたいですね。はい、ちょっとそちらもちょっとやりたいと思いますので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。じゃあ皆さんお疲れ様です、バイバイ。